あの、ありがとうございます。なんとなくお礼を言わなくちゃいけない気がして、すみません。やっぱり新しいソフトが入って少しだけ情緒値が不安定になっていたみたいです。どうか気をつけて怪我をせずに帰ってきてくださいね。